皆さんこんにちは。パーソナルファッションの専門家、三好凛花です。本日はこの首元、首周りのコーディネートの7つのアイデアについてお伝えしてまいります。だんだんね、寒くなってきて、やっぱりスカーフとかストールとかマフラー、そんな感じでこの首周りのコーディネートが楽しみな季節になってきましたよね。寒い時期だからこそ、ここの周りのちょっとしたアレンジっていうのは非常に楽しめるものだと思います。それとともにですね、今年はオンライン化、リモートワークですとか、それからズームでの飲み会とかお茶会、そういう機会が増えて、この上半身のコーディネートで人と対面する、そういう機会も非常に増えてますよね。そんな時にもこの首周りのアレンジっていうのは参考になると思います。ぜひ今日の動画を最後までご覧いただいて、首元美人になっていただきたいなと思います。こちらの凛花チャンネルでは、このように働く大人の女性のためのファッション情報や商品紹介、チープに見えない大人のプチプラカジュアルなんかをご紹介しております。もしよろしければチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。では早速コーディネートのご紹介してまいりますね。はい、一つ目はボトルネックのニットに、こういうふうにボーブラウスをインナーで入れてみるっていうアレンジです。でボーブラウスも真ん中で結んでもいいんですけれども、少しこういうふうに横にずらして、ちょっとサイド気味、こっち側の横気味に結ぶことで、少しこうこなれた感じになると思います。リボンの大きさによってこれってすごく印象が変わりますので、こんなにボーブが大きくないものでも小さいものでもやっていいかなと思います。はい、こういうローゲージのちょっとざっくりめのニットに、このタートルっていうのは結構出てるじゃないですか。これは GU のタートルなんですけれども、それをですね、普通に、まあ、タートルで着ても可愛いんですけれども、こういうふうに首元にアフガン巻きにして、それで中に入れちゃってチラッと覗かせるのもおしゃれだと思います。その際にですね、このタートルを普通に外側に折り返して首にぴったりくっつけてしまうんではなくて、こういうふうに内側に折り返して、ここの空間を作って、それでスカーフを覗かせるとおしゃれだと思います。やっぱりまあタートルインにする場合、首の長さとかね、お顔の形とか多少は関係してまいりますけれども、これをやるとですね、このちょっとチクチクする素材感だったら、そのチクチクが防げますし、少しタートルでも上品な感じでスカーフが入るとアクセントになると思います。首の長い方なんかぜひこういう形でやってみていただければと思います。そして王道の一つでもありますが、こういうふうにタートルニットに対してシャツ襟をこう覗かせる、こんな風にしていただくと、またこの色の配色で印象ってすごく違って見えます。ぴったりしたニット、タートルニットだとなかなか中に入れるとボコボコしてしまうんですけれども、こういうローゲージニットの場合、シャツを中にインしてもゴロゴロしませんし、襟のところが意外とこういう風に余裕ができますので、綺麗な感じで少し色を覗かせることができます。もちろんですね、この中に入れるのは、私は今薄手のデニムシャツを入れてますけれども、チェックのシャツだったりとか、ストライプのシャツだったりとか、色をコーディネートしていただいてお召しいただくのもいいと思います。最近のお気に入りのシャツの着こなし、シャツを取り入れた着こなしがこういう感じです。クルーネックのニットにウィングカラーと呼ばれる、こういうスタンドカラーでこういうふうに折り返しがついた、この襟を出すのが結構お気に入りです。これはですね、タキシードとかに着るシャツの襟の形なので、レディースではなかなかないかもしれません。私はこれはパターンオーダーで作ったものなんですけれども、シャツ専門店とかそういうところに行けばもしかしたらあるかもしれないです。少しかっちりした感じで、こういうふうに袖のところも白シャツを出して、
もちろんこれの上にジャケットを着てもいいかなと思います。あとですね、ニットをもうちょっと厚手にしたりとか、カシミヤのニットにすると、あの1枚でこういうふうにシャツとニットだけでも着られると思います。こういうふうにメリハリがついた白とネイビーとか、そういうふうにこう白が際立つような、そういうコントラストのつけた着方が結構今はお気に入りです。そして王道にはなりますが、こういうふうにこう華奢なネックレスの重ね付け、ゴールドのこういうふうに細いネックレスと、それからコインネックレス、こういう感じでゴールド合わせで重ね付けしてみます。ここもこういうフープでゴールド、色は全部統一してこういうふうに重ね付けをするっていうのも華やかな感じになるポイントです。これがね、例えばこのネックレスだけでこれがだけだとちょっと寂しいし、まあこれだけっていうのはありなんですけれども、もう少しプラスアルファしてこういうふうに重ね付けをするのもいいと思います。あとこれのアレンジのもう一つとしては、スカーフを使うっていうのもいいと思います。これはユニクロの、スカーフなんですけれども、こういうふうにこんなふうに中にプチスカーフを肩結びして入れただけ、それにこういうふうにこうコインネックレスをするっていうアレンジもありだと思います。まあ、このコインネックレス、私は短めのものを使ってますけれども、もうちょっとこの胸元長めのものでこういうふうにしていただいてもいいです。もちろんですね、先ほどの重ね付けをする時も短めのものと、もうちょっと胸あたりの長めのもの、そういうふうに重ね付けするのもいいと思います。そしてスカーフとネックレスのアレンジバージョンとしては、こういうふうにこうパールのロングパールと、それからスカーフっていうコーディネートもいいと思います。その場合ですね、こっちのロングパールが結構ボリューム感が出ますし、この胸元のスカーフもポイントになりますので、イヤリング、ピアスの方はこういうふうに小さめのものとか、ベーシックなもの、シンプルなものにしていただいて、ここのスカーフとそれからパールのネックレスを合わせていただければ華やかな感じになりますよね。この場合ですね、このスカーフの選び方としては、まあ可能であればこういうふうにこう白が入ってて、パールの白とリンクしてる、でネイビーがこの地のニットとリンクしてる、そういうふうに色を合わせていただくと、このぐらいのボリュームでつけてもうるさくならないです。こんな感じでこうパールのロングパールとも合わせてもいいかなと思います。感じでバンドカラーにスカーフっていうのもおしゃれだと思います。シャツ襟スカーフっていうのは皆さんよくやってらっしゃいますよね。シャツ襟比べるとバンドカラーの方が、このカラーの方、襟の方がないのですっきりした感じになります。シンプルなので逆にこのスカーフの方が引き立つ、そういうイメージになりますので、シンプルだけれどもスカーフが引き立つようなシャツスタイル、そういう風にしたいときはバンドカラーにスカーフを合わせると寂しくならなくて華やかな感じにもなります。60センチぐらいあれば結構こういう風にキュッとやるのもいいですし、あと普通に畳んで肩結びでも大丈夫です。出していただくのもいいですし、中にこういうふうに収めて、こういうふうにお召しになっていただいてもいいと思います。以上ですね、首元のスカーフとかアクセサリーとか、いろんなアレンジについていろいろご紹介してまいりました。何かお手持ちのものでできそうなものがあったら、ぜひチャレンジしていただければ幸いです。本日も最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。また新しい動画すぐに上げたいと思いますので、ぜひご覧になってくださいね。ありがとうございました。